はい、こちらお願いいたします。はい、ありがとうございます。こちらもお願いします。こちらもお願いします。はい、すいません、ここです。はい、総裁左お願いします。はい、はい、はい、じゃあお願いします。はいはいはい、もう一度正面お願いします。はい、これどうしたお願いします。はい、ガッツポーズ、いや、ガッツポーズ、ガッツポーズ、え、ガッツポーズ、じゃあ見せな、こぼしてください。はい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 、どうも、じゃあもう終わろうか。はい、どうもどうも、お願いします。以上です。以上です。はい、それではただいまから、今回の自民党総裁選挙で、当選を果たしました安倍晋三新総裁の記者会見を行いたいと思います。本日私司会をいたしますのは自民党報道局長の衆議院議員塩崎康久でございます。よろしくお願いいたしたいと思います。最初に安倍晋三総裁よりご挨拶を申し上げ、その後平川クラブの幹事社から代表質問をいただきます。その後引き続いて時間の許す範囲内で質問をお受けをいたしたいと思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。それではまず安倍新総裁からご挨拶を申し上げます。この度自由民主党総裁選挙によって選出いただきました安倍晋三でございます。新総裁の使命、それはこの総裁選挙のテーマでもある日本を取り戻す、政権を奪還するということであります。この政権奪還、これは私たち自由民主党のための政権奪還ではありません。今日本の領海や領土が脅かされようとしている、そして同時に長引くデフレ、そして円高によって経済は低迷をしています。この難局を打開をして強い日本、豊かな日本を作っていく、これが私に課せられた使命であります。そのために政権奪還を目指していきたいと、こう思っています。それではどうぞ質問。それではですね、ありがとうございます。それでは進行をですね、平川クラブの幹事社のお方に、お願いをいたしたいと思います。はい、幹事社の NHK 吉住です。まずは勝因とそれから得票数の評価についてお聞かせください。特に1回目の投票で、党員の過半数の支持を得た石破さんを破って、決選投票で逆転で破ったということについては、党員の思いとねじれた形になったのではないかという指摘もあると思いますが、その点についてどうお考えでしょうか。それと自民党史上初めて、総裁再登板ということになることについてどうお考えでしょうか。よろしくお願いします。私自身、総裁選に、立候補する、資格があるかどうか、ずっと自分自身に、問いかけて、回りました。その中において、我々、総裁選挙スタート、出遅れていると、こういう指摘もありました。しかしその中において、身を捨ててこの難局に立ち向かえとの同志の声に応えていく、そういう決断をしたのでありますけれども、まさに私の周りに集まっていただいた同志の皆さんは、もうたとえ負けることになったとしても、今自由民主党主張すべき保守党としての原点に帰って、
その主張を、理念を明確にくっきり国民の皆さんに訴えていくことによって、それは必ず自民党にもプラスになるし、日本が今この国難を迎えているときにこそその主張を展開すべきだ、その意思で皆さん集まっていただきました、まあ、特定のグループが全部まとまる、そういうことではなくて、まあ、そういう有志の結合であったわけでありますが、まさに燃えるような選挙運動を展開をしていただきました。また街頭演説においても、私自身確かな手応えも感じていました。まあ、同時にですね、各会場、本当にたくさんの方々が詰めかけていただきまして、この総裁選挙は本当に有意義だったなと、こんなように思います。こういう今日本が置かれている状況の中において、私の訴えに共感をしていただける方々が、まあ、だんだん増えてきて、また議員の皆さんの支持も広がってきた、それが最終的な勝利に結びついた、このように思います。まあ、選挙の結果において、地方の党員票の過半を取った石破さんと、国会議員の過半数を取った私がしっかりと協力をしていくことによってですね、自由民主党はいわば強力な体制を組んでいくことができますし、新しい自民党、そして信頼に足る自民党、そういう自民党にしていきたいと思います。総裁再登板ということについては自民党史上初めてですが、どうでしょうか。私はかつて総裁総理として政権を担いました。その中で挫折を含めてさまざまなことを経験をしてまいりました。国民の皆様にも本当にご迷惑をおかけをいたしました。その責任は大変大きなものがあるわけでありますし、この責任が私がこの総裁選挙に勝利をしたことで消えるわけではありません。この責任をしっかりと、そしてこの経験を胸に刻みつけながら、今私はすっかりおかげさまで健康を回復させていただきました。経験を生かしてこの難局に立ち向かっていきたい。またこの経験を今こそ生かしていけという声もたくさんいただくことができました。総理として、首脳会談、何回も首脳会談を行いながら外交においてさまざまな経験をしてきた。今民主党の外交敗北によって、日米同盟が危うくなっています。今までの経験を、そうした外交の経験も生かしていきたいと、こう思っておりますし、総裁としてですね、選挙、勝っていく、そのために私も、失敗も経験をしています。そうした失敗も生かしていきたいと思っているんです。2社目の幹事者お願いいたします。読売新聞の東と申します。私からは党役員人事について3点伺います。今のお答えの中でですね、石破さんと協力していくことが、強力な体制づくりになるというお話がありましたけれども、石破さんの処遇についてはどのように考えていらっしゃるかというのが1点から2点目はですね、過去に安倍総理の時に、お友達内閣というふうに揶揄されたことがありましたけれども、今度の人事に関してどのような観点からその重点を置いて人事をしていくのかというのが2点で、もう一つはその人事を行う時期はいつになるか、以上3点お願いします。あと1両日ですね、じっくり考えていきたいと思います。石破さんが党員の過半数を取った、これは私は重く受け止めなければならないと考えています。その中で、これから石破さんともお話をいたしますが、協力をしていくことがいわば
求められていると思います。その上において次の選挙、まずは選挙に追い込むことでありますが、そして来るべき総選挙、勝ち抜くことのできる強力な布陣を考えていきたいと思います。6年前の話でございますが、私には選挙体制から脱却をするという一つの大きな理念がございました。この理念に賛成というか同じ理念を共有するいわば同志を多く配置をした。これはよくその欧米ではですね、政権を運営する、それは政策的目的を果たすためでありますから、いわば派閥均等的な配慮をしなかったこともより批判を招いたと思うわけでありますが、しかしその際ですね、いわば自分の周りのものだけを配置をしているではないかという、そういう誤解を招いたことはですね、私も反省すべき点だろうと思います。まさに今日5人の候補者戦いを終えたわけであります。ラグビーで言えばノーサイドでしょうか。これからはですね、いわばそういう垣根はもう全く外してですね、そして、人材をこの、開かれた形で活用していきたいと思っています。3番目のじゃあ幹事社お願いいたします。北海道新聞の小林と申します。野田政権への対応についてお伺いします。野田総理は自民党の新総裁、公明党の山口代表と、党首会談を行って、3党合意に基づく社会保障と税の一体改革を推進していくということを改めて確認するとともに、特例公開法案について、議論したいというふうにおっしゃっています。これについてまず党首会談には応じられますか。それと、その実際会談をした場合にですね、野田総理がその衆院解散には応じないと、早期の衆院解散には応じないという姿勢を示してきた場合に、これに対してどのように答えをされるお考えでしょうか。税と社会保障の一体改革についてはですね、これは公党間の約束でありますし、いわばどの党が政権を取っても取り組まなければいけない課題であります。そして私たち自由民主党の税と社会保障の一体改革に関する理念が中には組み込まれていると私も理解をしています。ですから今回の総裁選挙におきましても、私を含めて5人の候補者は全員ですね、それは進めていきますよ、そう約束をさせていただいたと思います。その中でこれは国会においてはですね、当然公党間において議論していくということは当然でございますから、党首会談にはですね、応じていく、これは当たり前のことであろうと思います。しかしもちろんその中でですね、私たちの主張は述べさせていただきたいと思います。例えば、公裁特例法案ですね、これについてはですね、我々はいわば、無駄遣いはちゃんとなくしてくださいよという、組み替えも含めて政策的要求をしています。これ全くそういう話に応じませんよということはですね、これはやっぱり、議会の中において、物事を進めていく上においておかしいんだろうと、思うわけで、あります。議会の週3その構成を考えていけばですね、そして同時に谷垣総裁とそして野田総理お二人がこの税と社会保障の一体改革を進めていく、野党にとっては大変大きな決断なんですね。いわば与党の中心的な政策、最重要政策に野党が賛成する、この大きな決断を谷垣総裁が下す中において、野田総理が近いうちに解散しますよ、つまり重要な政策の変更を消費税を上げないと言っていたことを、いわば逆転させたのでありますから、当然改めて
その上において国民に信を問うという約束をしてくださいねという谷川さんのこの問いに対して、野田総理は近いうちに解散をする、これは野田総理と谷川さんとの約束ということのみならず、解散というのは国民との約束であろうと思いますね。国民に信を問いますよ、近いうちに問いますよということを野田総理は言われたわけでありますから、このことについては実行していただきたい、いただけるものと考えていますし、それを前提にいろんなお話もさせていただきたいなと思います。それではこれからは挙手をしていただいて、平川の皆さん方にご質問いただきたいと思います。ご指名をいたしますので、マイクを受け取ってから社名とお名前を言っていただいて、ご質問をいただきたいと思います。それでは一応前どうぞ。こちら、朝日新聞の日田です。今後の党運営についてお伺いいたします。派閥の観点からお伺いします。安倍新総裁を支持するグループの中には、派閥の役割をもうちょっと少なくすべきだというふうな意見があります。で、今後ですね、今回出馬するにあたって松村派から2人出るという結果にもなりましたが、今後いわゆる長老と言われる人たちの方々とどういうふうに党の運営をするにあたって付き合っていくのか、意見を聞いていくのか、あるいは人事も含めて若返りを図るのか、この点をお願いします。はい。今回ですね、盛んに、派閥とかですね、長老支配ということが、言われていたわけでありますが、いわば、かつてのような派閥の論理、いわば、長老の言うことに従う、という論理でいけばですね、私はそもそも、立候補できなかったわけですね。で、その中において、立候補した、私といわば無派閥の石破さんが決勝戦を戦うことに、なったということ、一点を取ってみてもですね、自由民主党もすでに大きく変わってきていますし、派閥の役割もですね、かつてのように人事に介入する、要介をしていくという、そういうような派閥では全くなくなっていると言ってもいいと思いますね。いわばお互いに選挙の時に助け合っていこうよ、そして落選している人、あるいは新人を獲得していこうよということだろうと思います。党がですね、こういう機能をいかに代替していくことができるかどうかという点も非常に重要なんだろうと思いますね。自民党はそういう意味ではまだ完全に小選挙区型の政党に完全に変わっているわけではありません。そこのところもですね、選挙に勝っていかなければいけませんから、ちゃんと小選挙区型の政党、いつまでこれ小選挙区やってるかどうかっていう議論は別にありますよ。今小選挙区を戦う中においてはですね、かつては小選挙区になれば派閥っていうのはなくなるでしょうとこう言われたわけでありますが、党がですね、完全にそう変わっていない、どうすればいいかということで、私は党改革実行本部長の時にですね、その代替機能をこうしてやっていきましょうよということを提案させていただき、例えば、公募制度というのを導入してですね、今ほとんどの候補者が公募で選ばれています。そういう意味では随分変わってきているのも事実で、あります。その中で、いかに、党が生まれ変わったかということを分かりやすく国民の皆様にご理解をしていただけるように努力を、していきたいと、思いますし、人事においてはですね、そういう観点を全く、今私もかつて、総理総裁の時にもですね、それはほとんど派閥にとらわれずにいろいろやらさせていただいたつもりでありますし、今回もですね、いわばいろんな若い人材もさまざまな役職に能力のある人、自民党ほとんどの人たちみんな高い能力を持って民主党と比べればですね、いるんですが、フレッシュな人材も活用しながらということも考えていきたいなと思っています。じゃあこちらそちら、スイッチを入れていただけますか。いや入ってない。入ってる。
先ほど の野田政権とどう向き合うかについてもうちょっと具体的にお尋ねしたいと思います。先の通常国会では野田総理に対する問責決議が可決されて、野田総理に対する問責決議が可決されまして、まあ、全野党が全面審議拒否に突入してそのまま国会閉幕しました。で次の臨時国会も総裁としましては全面審議拒否を維持するお考えはありますでしょうか。それと先ほど特例高裁の扱いについて、まあ、若干お話ありましたけれども、解散と引き換えでなければ特例高裁法案の成立には協力できないというお考えをお持ちでしょうか。よろしくお願いします。参議院の問責、これはもう我が党だけではなくて、まあ、複数の政党が賛成して決議されたものであります。参議院の委員の意思を示した、野田総理はそのことを当然重く受け止めているはずであります。まあ、しかしその上においてですね、我々は一切応じませんよというつもりもありませんし、国民の皆様、まあ、特に地方まだ景気悪いですから、そういうことも勘案をしながらですね、我々で政局を最優先して、そして、何が何でもという、そういうもちろん、政党ではありませんけれども、しかし野田総理も近いうちにという約束をしたんですから、お互いに進出協定ですよと、そこはですね、これは、お互いに、まさに政治家としてですね、ステーツマンとして約束をお互いに果たしていくことが今こそ求められているんだろうと思います。じゃあ最前列どうぞ。フジテレビの和田でございます。先ほどで政権奪還という言葉が何度か出ているんですが、雑把な話で恐縮ですが、安倍新総裁としてはいつ解散総選挙をしろと、あるいはどういうタイミングで解散総選挙をしろと、もちろん総理の専権事項ではあるんですが求めていかれるのかということと、いざ総選挙となった場合に安倍新総裁だからこれが争点なんだというようなお考えになっている争点はございますでしょうか。まずですね、いつという話なんですが、こればっかしはまあこれ総理が最終判断をするわけでありますから、まさに近いうちですね、近いうちに、解散という約束をされた、国民と約束された、それを果たしてもらうべくですね、全力を尽くしていきたいと思います。そして、選挙においては、私は、これからですね、新体制を作ってみんなで何をテーマにしていくかということを話し合ってはいてますよ。でその中で、やはり、まずはですね、外交安全保障、民主党政権によって、外交敗北と言われています、まずは外交安全保障について訴えていきたいし、その中において、日米同盟をいわばもう一度ですね、再構築をしていく上において集団的自衛権の行使は必要ですねということをずっと訴えてまいりました。それと同時に、成長戦略、我が党にあって民主党にないこの成長戦略、日本はこれからも成長していきますよ、デフレ脱却をして成長していく、このことを訴えていきたい。そしてもう一つは教育再生、さらには憲法改正に取り組んでいく、たくさん申し上げたけれども、こういうテーマについて、訴えていきたいと思います。じゃあそちらの女性の3列目の方ね。はい、中国のメディア新華社通信の加古と申します。領土問題について伺いたいと思いますが、日中の争いのある領土については野田総理大臣は国有化という措置を取りました。国有化というやり方を新総裁どういうふうに認識しているんでしょうか。また将来総理になったらですね、領土問題によって悪化してしまった日中関係をどういうふうに修復していきたいと考えているんでしょうか。お願いします。私の基本的な考えを申し上げます。日中間には領土問題は
存在しないというのが私たち自由民主党の考えであります。そして今尖閣をめぐる中国のさまざまな動きに対して我々はまずはこの尖閣そして領海しっかりと守っていくという意思を示していきたいと思います。その上において私は6年前に総理に就任した際最初の訪問国として中国を選びました。それは日中関係が極めて重要であるからであります。日本は中国に投資をしそして輸出をし利益を上げています。中国の成長というのは日本の成長に必要ですね。同時に中国も日本の投資によってですね雇用を作りそして日本から日本しかできないような資本財半製品をですね輸入してそれを加工して輸出をしています。いわばお互いに切っては切っても切れない関係ですね。このことを認識しながら、しかし両国は国境を接しています。これ世界中どこもそうなんですが国境を接している国さまざまな国益がぶつかる場合がありますね。その国益がぶつかってもですね今言ったようにお互いがお互いを必要としているんですよという認識これは戦略的に考えながらそういう事態をコントロールしていこう。でこの考え方に私は今も変わりはありません。後ろの お二人男性おられますけどその右側の方はい。TBS の蓮見と申します。総裁選のお話にちょっと戻させていただきますが今回安倍さんが新総裁になられたわけですけれども数字を取ってみますと先ほども似たような質問ありましたけれども、国会議員票では安倍さんが上回りました。ただ党員票、一般の有権者に近い方々の票を取ってみますと石破さんが倍近い差をつけて1回目の開票結果リードされていましたね。でこの国会議員の票の投じ方そしてこの党員の皆さんの票の投じ方このギャップ差についてはどのように感じられていますか。それは何とも申し上げないんですが党員の皆様の得票これも当然私は今後党運営をしていく上において考えていかなければならないとこう思っております。また同時にですね、国会議員の皆さんそれぞれ厳しい選挙をくぐり抜けて10万票以上のですね、大きな、党員を含めたくさんの人たちの支持を受けています。そして衆議院議員の皆さんは近いうちにまた選挙がある国民の審判を受ける中においてですね、重要ないわば判断をしていただいたと、このように、思います。そういうバランスの中で今回は私が総裁選において選出をしていただいたと思っています。最後の簡潔なご質問にお願いいたしたいと思います。2番目の2列目の方産経新聞しますけれどもよろしくお願いします。この自民党総裁選のですね前に、民主党の代表選がありまして、野田総理が再選されまして越井さんが幹事長に留任するとか、ありましたですけれども民主党の新執行部体制について自民党新総裁としてどうお考えになっているのかということと、越井さんがですね、幹事長になったことで、解散が先送りされるんじゃないかという見方もありますけれどもそれについてどうお考えるかお聞かせください。これから自由民主党も執行部を作りそして民主党の方々とですね話し合うべき点は話し合っていかなければなりませんし同時に解散総選挙近いうちという約束を果たしていただけるように我々も迫っていかなければならないと思います。民主党のことですから今私がどうこう論評するということは適切ではないだろうとこのように思いますけれども最終的な決断は野田総理が下されるわけであってですね誰が幹事長であろうとも
約束をされた野田さんが、その約束を果たしていかれるということを私は信じております。それでは以上をもちまして安倍新総裁の記者会見を終わらせていただきたいと思います。本日はご協力ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。